わ、いや、すごいって。いや、どうも皆さん、こんにちは。230ソロクラバーのカナエです。いやー、できたー。うるさ。ちょっと待ってね。アラートの音下げるね。これか。できたー。いや、まあまあ、いろいろ話していきますよ。いろいろ話していくんですけど、まあね、まあ、まず軽く、まあ、この雰囲気を楽しんでいただいて、まあ、おいおいね、全部、ゆっくり見せたりはするんですけど、いや、やっとできたよ。やっと。どうしよう、BGM なんか落ち着かないな。BGM 落ち着くのがいいな。まあね、僕の、誕生日なんで。ちょっと待ってね。BGM が何も考えてなかった。いや、話す内容は結局最後まで考えなかったんだよな。いや、まあそうですね。はい。いや、すごいんだって、これ。もうね、みんながこうやってね、たくさんのスーパーチャットをくれたときにね、僕はちゃんとこう、ゲーム配信中はね、あんまりコメントができたりしない、コメントを拾えたりしないので、ね、この規模感はね、まあ、世界のストリーマーといえどやってる人がいないんじゃないかぐらいのものを今日は作ってきたんで、まあ、それをね、ちょっとお話ししたりお見せしたりしながら、誕生日振り返っていって、来年の誕生日に向けてお話しして終わろうかなと思ってます。いや、まだまだいっぱいあるよ。まだまだいっぱいあるから、ママ焦りなさんな、焦りなさんなって、ゆっくりゆっくり。いや、そうなんですよ。だから、そのね、まあ、なんでこういう風に作ったかとかもお話はしようかなとは思うんですけど いや、すごくない？これ、わあ、やっと見せれた、みんなに。もうやっと見せれたよー。まあなんかさ、まあ何かとこう、何？いろいろ作ってきたというか、いろいろなことやってきたとは思うんですけど、いろんなことやってきた。オーバーレイとかもね、いろんな形を試行錯誤してきて、まあ最初の1年目はね、今の黒の L 字、昔使ってた黒の L 字型を使ってて、で、その次に、バーに乗せるタイプ。自分をバーっていうか、なんかスタンドみたいなのに乗せてやるタイプになってたんですけど、まあね、もうそこまで行って、自分のフルセットを作ろうとなり、いろんなね、方に手伝っていただき、声をかけさせていただき、作ったわけですよ。まあ、なんでそういうのを作っていったかも話すんですけど、まあ今はね、ちょっとこの空気感を、まずは楽しんでもらって、おしゃべりしながらね、あとでちょっとこんな感じだよって言っていきたいなと思いますよ。まあそう、ここはまだね、雑談にしすぎないわけですから。おい、もうコメント早すぎてコメント全然取得できてないって。待ってね。大丈夫かな？コメント、まあまあまあ。まあ今は、今日はね、たくさん たくさんコメントいただいてるおかげでね、ちょっともう動くものみたいになってますけど、ありがとうございます。いや、嬉しい限りですよ、こちら。いや、でも、もう、僕からすると、ここだけでもまず見せたかった、みんなに。ここだけでもまず見せたかった。いや、そうなんだよね。まあね、もう見ててわかると思うけど、金額によってとか、特定の金額を入れると特定のエフェクトというか、もう演出が出たりとかするので、まあそういうのをね、探してみてもらったりしたりしつつ、したりしつつで、まあ今のね、分かりやすいのと、ロトと二次三次がね、まあ分かりやすいのかなとは思うんですけど、まあ増えたり減ったりします。色とかね、いろんなものがあったりするんですけど、後ろのあれには。そう、もうやっとみんなに見せるのが嬉しいよ。まあなんか、去年の10月
9月11月らへん？どこだ？あ、待ってね。去年の9月10月11月らへんからかな、もともとは。わかんない、ちょっともう明確に覚えてないんだけど、まあ、約1年ぐらいかけて作ってて、もうプログラミングを、プログラムとかも作ってもらってるから、普通できないのよ。もうプログラムを作ったりとか、いろんな、なんだろう、話し合いが何度もあり、たくさんのお金を使い、たくさんの年月をかけ作っていただいたものですね。オーバーレイ、おもろくないこれ。僕もずっと見てられるもん。いや、たくさんありがとうございます。いや、そうです、そうです。これでですね、雑談、まあ今も話したんですけど、基本的にこのみんながスパチャしてくれると右下に名前が出て、そのスパチャに応じてなんか後ろのエフェクトがね、ランダムでとか特定の条件でこう見れるよみたいなのが、まあ主な雑談枠というか、ゲーム中にさ雑談したくなったりとかそうやったりする時が結構あるので、まあそういう時にね、こうメインの画面を、なんだろう、メインの画面にかぶんない程度にスパチャをしてくれた方に些細なお礼をしたいと思い、まあ、たくさんね、ありがたいことにご支援いただけてて、まあ、そういう方にね、見たい人はもうメインで見てもらって、で、スパチャした人はこの周りの枠をね、楽しんでいただいて、できたらいいなということもあり、こういう形を作らせていただきまして、そうそうそう。まあまだね、この後ろの、なんだろう、スパチャした時の演出とか、ドゥドゥドゥーンみたいなやつは、なんだっけ、あれの時に、まあ今は多分ね、ちょっとたくさんいただいてるからずっとついてるけど、普段はね、こんなずっとつかないとは思うので、まあそういう意味でも、こう思ってもらったね、と思います。はい。今日はね、ちょっとすごい、いっぱいね、見れると思うんですけど。で、これはあくまで雑談配信だからね。また雑談じゃない時は変わります、いろいろと。そうなので、まあそういう意味でも楽しんでいただけたら、僕ゲーム中とかあんま配信中にスパチャをしっかり読めない、いつも終わりでしか読めないし、たくさんいただけると読めない日とかもあったので、まあじゃあいいですか、次行って、もうそろそろ次に行ってもいいかな、いいかな。ちょっと次行く前にトイレ行ってきていい？一回。ちょっと。ちょっとトイレ行きます。すいません。ちょっと3、2分、1分、1分待っててください。すいません。1分だけ。あ、すいません、トイレ行ってます。すいませんね。ちょっとトイレに行かせていただいたんですが、すいませんね、なんか、いや申し訳ない、トイレ行ってしまって申し訳ないなと思うんですけれども、ごめんごめん。あ、見えちゃった。あらららら、もしかして僕がトイレに行ってる時見えちゃった。あちゃちゃちゃ、あ見えちゃった、見えちゃったか。あ見えちゃった。あ、トイレ行っただけのつもりだったんだけどな。そっか、ごめん。そっか、トイレ行っただけのつもりだったんだけどな。そっかそっかそっか、見ちゃったか。いや、ごめんね、なんかわざとじゃなかったんだけど、まあまあ、いや、なんかまあ申し訳ないなって。うん、いや、もしほんとトイレ行っただけのつもりだったんだけど、いや、すいません、この度は。いや、すいません、すいません。いや、どう？トイレちょっとおしゃれになったでしょ。僕結構配信中にさ、離席したりすんのよ。ちょっとなんか取ってくるわとか、なんかしてくるわみたいな結構多いから、まあね、そういう意味でもね、なんだっけ、みんなにこうね、そういう時間も楽しんでもらえたらいいなと
思ってまして。すいません、すいません。じゃあちょっと次行きますか。ほな次行きますか。行くよ。でこうね。なんだここはと、なんだここはって思う人もいるんじゃないでしょうか。なんだここは。ここはなんだと。なんだここは。そう思う方も少なくないんじゃないでしょうか。ガチャを引いたりとか、あとゲームのムービーに没頭したい時とか、みんなでこうね動画を見れる時、まあ物によるけど見れるかどうかは、そうみんなで動画見たいなの時の部屋。まあここはもうシアタールームよね。僕らの貸し切り映画館ここは。なのでまあまあ今はねちょっと動画がなかったんでちょっと恥ずかしながら自分の歌ってみたで例えばやるとするんですけど、まあ、こんな感じになるよっていう。もう恥ずかしいけどねちょっと聞くのも。まあこういうね、まあ、シアタールームですよ。ちょっと自分の動画でごめんね、恥ずかしい。数年前の歌ってみたなんですけど、まあそういう風になんかみんなで見たいなって時にで、ちょっと恥ずかしいな自分。ちょっと自分の歌が流れるの恥ずかしいからできればまああれなんですけど、もうみんなポップコーンとピザ持って同時視聴できるの待ってます。案件でいつか映画館に目をこうやってみんなで見ながら喋れる日を僕は待ってます。ちょっと自分の声ね、歌減った。まあ僕が横にいる時もあるしいない時もあるみたいな。まあまあ今はちょっとこれで見て、僕がね右下に出てくる時もある。はい、まあみたいなね、みたいなね。で戻るよ部屋に。ああ、ということでね、はい、シアタールームできまして、まあガチャ引いたりね、みんなで盛大に動画を見たりとか、そういうのもできるわけですよ。まだ終わってないです。まだチャンネルはそのまま、チャンネル登録もそのまま。いやもうね、5万円よ、5万円。僕はもう、僕が一番誕生日だったこの日、僕が一番楽しみだったこの誕生日は。でもね、ずっと見せたかったよみんなに。もうずっと見せたかった。僕は途中経過すら見せたかったんだよ。いや、こんなに用意してると思わなかったでしょ。僕もなんよ。いや、なんか海外のさ、カタストリーマさんオーバーレイ使ってること多いんだけど、なんかみんなさ、雷バチバチみたいな、雷鳴とどろきみたいなさ、炎メラメラみたいなニュアンスのが多くて、まあ僕はそういうキャラでもないなって思いながら、こうねちょっと静かめでおしゃれな感じの、要は変な話、どうしようかな、特定の金額で言うとこういう演出が出てとか、まあそれでなんかね、もしかしたら急になんか急にあったりするかもしれないしね、急に出てきたりするかもしれない。まあまだ終わりじゃない、これがスタート地点だから。うん、ここが今ねスタート地点なのよ。完成ではない、スタート地点を持った、ここがボーダーラインなのよ。こっからまだ楽しくなったりする、いろんな要素が加わったりなくなったり増えたり減ったり膨らんだりするから、まあね、今日という日、初お披露目の日はこうだったっていうのをね、まあ目に刻みつけていただいて。もしかしてみんな、え、じゃあゲーム中はってなってる？もしかしてなっちゃってる？気になってきちゃった？あらら、みんな気になってきたんですね。ちょっと待ってね。これで、OK、OK。いくよ。いきますよ。
こうよ。いました。ちょっとでかいですけど、今日はあの見やすくしときました。あ、ちょっと待ってくださいね、バランスがまた、よいしょ、今日はデカめにしときます。お兄さん、今日はデカめにしとくよ。お兄さん、今日はデカめにしとくよ。今日は特別にね、まあこういういつもの、まあ、これは一番なんかいろいろやった中で使いやすかった。まあゲーム中はね、この音は切るかもしれない、もしかしたら。けど、そうです、ゲーム中はね、僕のネームバーのところがスパチャをしてくれた人の名前になって、もっとでかくするか。はい、はい、はい。まあゲーム中は僕のこのネームバーのところがみんなので、エフェクトがね、このバーの中で現れて、まあもうぜひね、スクショ楽しんでいただいて、もう疑似ツーショットですよ、これは。チェキこれも疑似ツーショットです。みんなね、結構名前を変えて遊んだりするので、名前遊びを皆さんされるので、はい、なので、あの、せっかくならね、記念にね、初めてスパチャ投げましたとか、誕生日なんでに初めてのスパチャ投げたいと思ってたんでって方もね、この思い出の一枚におのおのしてもらって、もう今度からのゲーム配信とかも全部こうです。まあできるんで、ここはね結構融通が効くから、まあ今はつけときます。まあただね、このあの多分今ね、すごい件数いただいてて、もう今投げ、あのスパチャ投げていただいて、いつ出てくるかわからん、僕にも。もう今日は多分あれかもしれないですけど、まあ普段はね、多分目で追えると思うので、ぜひね、そういう目でも見てもらえたらなって思います。はい、今日はね、たくさんありがたいこと、ありがとうございます。ぜひ君の目で確かめてみてくれよな、ということで。じゃちょっと戻るよ、雑談部屋に。部屋帰るね、部屋帰るからね。はい、ということで、まあ雑談部屋に帰ってきましたけれども、ということでですね、まあ、僕があの誕生日にみんなにね、お披露目したくて、あのすごいいろんな方と協力していただいて作ったのがこちらでした。すっごいいろいろあって、まあ終わりじゃないんだよ、全然終わりじゃなくて、これからもこういうの作りたい、こういうのやりたいってどんどんやっていくつもりなんだけど、まあでもこうやってね、もう僕が見せたかった景色をみんなに見せれて僕は満足だよ。はい、僕ももう活動して3年と数ヶ月ですけど、まあいろんな経験とかね、いろんな、まあオーバーレイとか僕特によく考えたので、いろんな経験とかあって、できることがね、みんなのおかげで広がって、今僕がねすごい頑張って作ったものがこれです。他の人には真似できないようなものができたんじゃないかなと思います。うーん、にっこり。いや、こちらこそありがとう、誕生日。僕はね、誕生日があんま得意じゃないんですよ。けどなんかね、こうやってみんなにこう、これできたよーって見てもらえる日って考えると、いい日だなーって思います。いい日だなと、今日もいい日だったなと終われそう。いや、よかったよかった、みんなの大きい気持ちに少しでも返すことができたなら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。いい1年だった。来年の誕生日はもっとすごいことできるかなって思う不安もありつつ、まあでも本当に1年ずっと待ち遠しかったから、
こうやってみんなに見せれて僕は嬉しいよ。嬉しい。まあ、みんなね、ケーキとか美味しいもん食べてくれよな。またいろいろやったりすると思うけど、応援してくれな。これからもよろしくお願いしますと。まあ来年の誕生日ね、また新しいものを、何か新しいものを作ろうと思います。リンクください。